命に感謝していただきます。ごめんなさい。ああ、忙しくなってきたー。忙しいなー。忙しくなるぞー。もうどん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 マジで。なんか沖縄タイムじゃないな。今日はですね、大家さんと、あと設計士の人、設計士っていう、そういう仕事をしてる人と一緒に、古民家の、今俺が借りる古民家の、内情を、こう、三人でこう、いろいろ確認しながら、どうやって行った方がいいのかとか、どうやって行った方がいいのか、どんな感じになってるのかっていうのをこう、目で確認して、そういうのをこう、喋りながらアドバイスをもらうっていう、ことをやったんですけど、すごいね、やっぱね、やっぱ専門の人っていうのはやっぱすごいなって、まあ、当たり前なんだけど、やっぱ知らない世界なわけじゃない、その、まあ、なんつうの、家作りっていうか、まあ、大工関係の仕事っていうのは、なんかそういうのをこう見て、知らないことばっかりが出てくるわけよね。なんかすごいなーって思いながらも聞いてたわけですよね。ねえ、どこを最初にやっていった方がいいのか、絶対にこの家の基礎っていうその柱だけは絶対にもう、大事だからとか、なんかいろんなそういう話をしながら、こう、家をこう見ていくわけね。床とか、壁とか、柱とか、屋根とか、瓦とか全部見ていって、始まったなーっていうね。まあ始まって、まあ、なんていう、外側からかはもう始まってはいるんですけど、少しずつね、こうなんていうの、段取りっていうのが決まってきました。俺も自分の中で段取りがなかなか決まってなかったわけ。俺が一人でやっていくっていう段取りはあったんですよ。ただやっぱ一人でやるとものすげえ時間かかる。やってみないとわかんない。時間はかかる。時間はかかるけども、時間はかかるけど、まあそれも楽しみの一つでいいかなと、まあ勉強にもなるしね、また何かやるときにって思ったんですけど、なるべく早く終わらせて引っ越ししたいわけです、俺は。もう家を完成させて引っ越したい。まず金銭的な問題もまずあるんですけども、それもそうだし、あと、やっぱりこう、なんていうの、空いた状態のとこがあるんですね、外から。そこちょっと気持ち悪いですよね、ずっとその、自分がそのうち住むのに、そこがずっと空いてる状態っていうのが気持ち悪いじゃん。虫も入れば、動物も入りそうだし。だからまあできるだけ早く引っ越したいなっていうのが、まあ、あって、たまたまこう歩いてたの。まあたまたまつうかも普通に歩いてて、いろんな人知り合いになっていくんじゃないですか。で、いつもよくこう、たまに喋る、こう、人のおじさんがいて、その人がまた違う家で作業してたの。で、あれ？なんかこれ作ってんの？これ絶対なんか大工系やってるよな、みたいな、ガーッとことしてたんで、で、家の中に入っていって、すいません、つったんですよ。で、そのおじさんに、どうもどうも、とか言って、あ、すいません、作業の手止めちゃって、つって、ちょっと聞いていいですかって言ったら、このね、床の、その、床板の張り替えっていうのを、ちょっとそういうのってやれますかって聞いたら、もうやれるよって言ったんですね。で、ちなみにいくらぐらいでやれますかって聞いたんですよ。そしたら、まあ、その、状況にもよるし、広さにもよるし、その道具にもよるみたいな。ああ、そう、OK。じゃあ、広さは、まあ、例えばこれぐらいですよね。まあ、そうね。そうだね。3×3 ぐらいの、こう、四角。どこ、まあ、それがね、多分キッチンがそれぐらいじゃないのかなと思うんですよね。まあ、3×3 もないかな。3×3 ぐらいの広いとこ、そうです。ここの床張りを、床板を全部取り替えたいんですよね。で、ちなみにその辺プロじゃない。それが仕事じゃないよ。仕事じゃないけども、多分その、なんつうの、その知り合いのとこを手伝って多分こうお金もらってんだと思うんですよ。わかんないけども。で、
そういう多分レベルだとは思うよ。もしかしてプロかもしれないよ。もともとわかんないけど。で、これでいくらぐらいですかって言ったら、俺、時給じゃなくてニットだからね、って言うんですよ。じゃあ、オッケーオッケー、ニットいくらですかって言ったら、ニット、5000円って言ったんですよ。5000円か。まあ、俺にしたら高いから、高いなーって言ったんですよね。高い、5000円か、5000円。じゃあ、ちなみに、この 3×3 のこれぐらいに広さの床板を全部変えるんだったら、何日で終わりますかって聞いたんですよ。そしたら、2日で終わるかなって言ったんですよ。2日ってことは結局、1万でやってくれるわけじゃない。で、プロじゃない人が1万円でやってくれるんだったら、俺的にはもう安いなって思ったんですよ。で、自分が俺がやるんだったら、2日で終わんのか、3日で終わんのか、1週間で終わんのか、もう謎なわけよ。もうほら、要は、今日はなんつうの、床板をちょっと剥いでみたら、その床板の、まあその、本当にね、俺ね、いろんな仕事をしてきたんですよ。もういろんな仕事を、まあゲーバーで働いたり、もうなんか工場で働いたり、居酒屋で働いても、ね、いろんな職種やってきたけども、ホストもやったよ。いろんな仕事やったよ、本当に。もう未商売からも汚い仕事までやったけども、そのね、建設関係で言うと、設備屋はやったんですよ。パイプをつなげたら、もう俺がつなげたわけでも手伝ってはしたんですけど、ああいう作業はやったんですけど、木をつなげるっていう作業、これ人生でほとんどないんですよ。まあ、これ前も言ってない。だから、もうね、謎が謎なんですよね、見てて。これどうやってこんなんできるのかな、とか。で、だから、その床板を自分でもし張り替えんだったら何日でできるのか何週間でできるのかって想像がつかないわけです、全く。なんで、なんでね、ちょっと待って、だから、そういうわけで、やって、てもらえるまあその値段だなと思ってまた方向を変えて新庄さん家に行ったの。新庄さんちょっといい話あったんですけどこれどうすかね。まあ5000円でやってくれると。でもう一人おじさんもいたんですよ。よく来るおじさんで5000円でやってくれるらしいんですよね。これ安いっすよね。でもプロじゃないっすよね。あの人もうプロじゃないよみたいな。プロじゃないけどもまあ結局その板の上に寝るわけでもなく、俺はとりあえず安定してくれて、しっかりしてくれたらただそれでいいと。どっちみその板の上に何か乗るわけですよ。まあ、何かが乗るわけよ。綺麗にね。まだ何が乗るかは考えてないけども、それだったら別に下は見えなくてもいいんじゃん。別にね、はい、しっかりしてればいいんじゃないのって言われて、まあ確かにじゃあ俺がただでやってやるよって言ったんですよ、新庄さんは。俺もそんなね、お金払わずに、お金かけないで、俺たちがやってあげるからタダでって言ったんですね。あ、マジっすか。でも、新庄さんたちってプロじゃないっすよねって言ったんですよ。で、そのおじさんはプロじゃないけども、隣にいたそのまたおじさんが、こいつはプロ級だからって言ったんですよ。それし、そう思うじゃん、聞いたら。プロ級なんだ、うまいんだって思うじゃん。で、新庄さんに言ったら、でも新庄さんプロじゃないっすよねって俺言ったんですよ。いや、プロじゃないけど、でも、板張るだけだし、そんな上に何か乗れば分かんないでしょって言ってきたんですよ。まあ、確かにそうだなと。そうか。で、俺が、じゃあ俺、新庄さんにお願いしようかなって言ったんですね。じゃあ俺ね、新庄さんに5万円払うから。だからもう全然高いよね。さっきの金額で言うと、2日でもし張り替えるんであればね、いくらだったっけ、1万円ですよ。1万円でやってくる5000、5000で1万円で2日で張り替え、まあ、そのキッチンだけじゃないです。他にもいっぱいあるけど、キッチンだけだと、まあ、今2日かかるし。それだったら、他にもいくつかあるんですよ。その、変えなきゃいけない下が。そうやな。1、2、3、4箇所。全部で5箇所ぐらい。ってことは、そのおじさんが何日か もかかる可能性もあるし、それを考えた場合、新庄さんになんで5万円って値段をつけたのかって、俺も今でもちょっとよくわかってないんですけど、まあ、とりあえず俺はお金を払いますと。5万円払うから新庄さんやってよと。ただ、俺はもうお金払うという、俺の気持ちはね、お金払うから、もうほら、プロに任せると5万円じゃいかない、もっといくわけですよね。いくらかかるかかる、多分もっと高いわけじゃない。
でも5万円払うから、いらないいらないって言ったんですよ、彼は。でもいらないけども、俺はほら、ただでね、なんかこうやってもらったら、なんかこう、なんつうの、借りを作るみたいな気持ちがあるわけよ。なんか俺の中でどっかで。そういうのが嫌なの。だからお金を渡すから、なんつうの、払った分はしっかりやってほしいと。ただの仕事じゃないよと。お金をもらっただけの、お金で、雇われたんですよって、その仕事のお金ですよっていうのをちょっと認識してやってもらいたいっていう気持ちが俺の中であるんですね。で、もちろんで、もう一人のおじさんも、新庄さんが、彼も手伝ってくれるから一緒にやる二人でって言ったんですよ。で、俺その人の分出さないですよと、お金は。もうその5万円の中に入ってるから、新庄さんが親方としてその5万円をその人に振り分けてくださいって俺言ったんですよ。もうそれはもうそこまでは出せない。5万円でやってくださいと。で、5万円には何日って決まってなくて、もうとりあえず俺がやってほしいっていう仕事はもう必ずやってほしいと。私はもちろんやると。で、例えばお互いに何か手が必要な場合はお互いにこうやって、俺が上で何かやりたい時は手伝うし、やりたい時はもちろん俺も言って3人でこうやっていこうっていう話になりました。ということは、ということは、仕事がね、一応前も言ったように10日が契約していくんで、10日から、今も外回りちょこちょこやってるんですよ。まあ部屋の中はちょこちょこ掃除やってるんですけど、掃除ぐらいで一気に取り掛かるのが10日。10日からまあ、めちゃめちゃ、まあ、そうね、張り切ってっていうか、もう古民家に集中するかなっていうのは、畑今そんなやんなきゃいけない。で、今オーダーしてるのが漆喰っていうね、なんつうの、こう、瓦用の漆喰っていうのがあって、まあ、セメントみたいなもんですよ。それで、屋根の上の漆喰、まあ、し、その、なんつうの、あの、瓦を飛ばないように押さえてるものですよね。それが、こう、剥がれてきてるわけよ。で、それが剥がれることによって、雨漏りが落ちたりなんかしていくわけね。だから、それを、まず最初に、まあ、ジェッターは、ちょっと不動産の会社に借りるんですけど、貸してくれる。ジェッターで、ブワーって綺麗にする。まず、瓦を綺麗にする。その前に下から確認して、登れるの確認して、綺麗にジェッターでぶっ飛ばして綺麗にするでしょ？で、ぶっ飛ばして綺麗にしたら、次は、その漆喰っていうその瓦に乗ったその瓦を一つ一つを止めてるその乗り付けされたまあセメントみたいなやつを取っていく。綺麗に取れないのはもうそのままで、そこから今度漆喰を塗っていく作業ですよね。っていうのを。なんかね、その建築じゃない、今日話したちょっと、設計士の方は、その漆喰は全部取った方がいいとは言われたけど、シードさん的にはそれを取ってるときに瓦が割れる可能性があると。瓦割れたら致命傷なんですね。まあ、俺の素人でも考えてもわかるんですけど、やばいなって思うわけよ。代わりの瓦もないしさ、まあ、瓦くっつけて使うのか、それもちょっと微妙なわけじゃん。歩くとまたパキっていくかもしれないし。だから、それだったら、俺だったらもうそのまま上から行っちゃうよって言って、まあ、確かに、まあ、それでもいいのかな。でもちょっと一つ思ったりもしてるんですよね。だから、よくね、屋根見てるとね、いろんなやり方の人がいるんですよ。その沖縄柄を見たら、その漆喰をこう、まあ、部分部分で止めてて、オレンジ色がベースになった白。もしくはもう漆喰でがっつり固められた真っ白の屋根も見るんですね。まあ、かなり漆喰の量いるよね、その被せるので。で、まあ、そういう、まあ、いろんな方法がその人にね、やってんだなって思うんですけど、俺はだからそこをし、だから、とりあえず100キロぐらいの漆喰をちょっとオーダーして、漆喰で固めて、まあ、掃除して、漆喰取って、だからね、道具も買わなきゃいけないわけよ。なんかその漆喰を塗るやつとか、漆喰を混ぜる、なんかバケツみたいな、大きいバケツみたいなやつとか、あと、床を切る、あれですよね。ブーンですよね。これがないんで、これ買わなきゃいけないわけね。ちょっとこれ今からちょっと確認してみる、ネットでどんなもんか。
新庄さん前持ってたんですけど、新庄さん持ってますよねって言ったら、それ返した。人に借りてたらしくて、返したっぽいんですよ。ないわけですよ、それが。だからまあ、知り合いのこの辺のね、おじさんたちに聞きゃ、多分貸してもらえる人はいるかもしんないけど、まあ、それもなんか気使うじゃない。借り物ってなんか、なんかって壊してなんかね、あれだし。だからまあ、これからまたなんか使う機会があればなと思って、その、ってやる名前なんていうかわかんないけど、その床板を切るやつとかね。それをちょっと見ようかな。だから出費がまあ出てくるよね。だからこの出費っていうのがちょこちょこ漆喰を買ったり、道具を買ったり、まあそうやって雇ったり、まあ今までね、普段もうスーパーにも行かない、外にも飯食いに行かない、そういうね、畑の往復の人間がここでこうやってお金を出していくっていう、この出費がめちゃくちゃでかく感じてるわけ、俺の中に。だからまあそれはしょうがない。しょうがない。しょうがないね。だからその、なんていうの、今の家賃からぐっと下がるっていう、そこがメインなんで、できるだけ早く移動すれば価値はあるわけですよ。だから、必要なね、あれだと思って。はぁ、忙しくなってくる。忙しくなっていくし。今日はウィーンっていうのちょっと探してみる。アマゾンかなんかで、なんか、あんまり安物も、まあ板切るだけなんですけどね、なんか、わかんないね。どういうのが使いやすいのか、その、新庄さん的にやっぱりやってきた人じゃない、ああいう切ったり何かするのって。俺もわかんないからね、そういう使い勝手が。まあ俺的にはなんか、電動がいいのか、電動じゃない、なんつうの、充電式がいいのかなっていう気がして聞いたんですよ。新庄さんどんなんがいいですかねって。俺なんか充電式の方が使いやすそうで、ケーブルもいらないし、上にね、いろんなとこ行けるかいいですかねって聞いたら、どんなん準備したらいいですかって言ったら、でも充電式めっちゃ高いよって言うんですよ。あ、充電式高い、充電式ってなんぼなんですかって言ったら、まあ3万ぐらいはすると思うよって言ったら、3万かと。まあそのベース、その、基本がわかんないわけで、そのどれが高いっていう、そのウィーンの値段が、ってことは3万も高いっていうことは、ケーブル、コードがつくと、え、何 ?1 万くらいであんのかなってふと思って、それは聞かなかったけども、まあそれを今から探す。1万と3万じゃ違うじゃないですか。あ、それもちょっとでかいね。でも、かといってこう、安物をね、例えば、1万円の安、が安いのか分かんないけども、それがすごい使いづらかったりとかしたらさ、作業効率があれなのかなとか、なんか、まあちょっとその辺は、アマゾンで、評価見て考えるかな。はぁ、忙しくなるな。で、今週末は、不動産屋の人を、と一緒に、お手伝いをちょっと手伝って、なんかあっちの、ね、ちょっと作業があるっていう、ちょっと、まあ、全然森がじゃないと、あれなんだっけ、古民家と関係ないことがつく、ちょっとお手伝いして、で、また友達があと何日か後に来るから、一緒に手伝ってもらって、かな。そんな感じですかね。俺、あんまバタバタ忙しいので、あんま好きじゃないですよね。のんびりタイプなんですけど、なんやかんやで、畑も忙しくなる。2月ぐらいから畑忙しくなるんですよ。もう苗作り。で、苗作りを、その古民家でできるっていうのは、まあ、めっちゃ楽しみな一つでもあるよね。太陽がバチバチ、水もある、場所もある。まあ、でもそこから古民家のこともまだまだやんなきゃいけないよ。壁とか、まあ、いろんなもんまだあるよ。もうこれからもう、屋根と天井とあそこっていうのはあくまで俺の中で始まりですよ。そこが終わったら次は今度生活しながらの、こう、やっていくことなんで、でもあの古民家はね、化けるぞ。俺絶対思う。あれは化けるね。もうめっちゃいい古民家にな、あのね、めっちゃいい古民家に、できる、
自信がある。さあ。久米さん、楽しい一日、安全な一日、一分一秒を大切に、残り限られた人生を、たくさん地球のために使ってください。